はい、今回はですね、今まさにね、シュープレで連載されている新シリーズの内容についてね、お話ししていこうかと思います。そのため、コミックス最新刊以降のネタバレが含まれる内容となっていますので、ご視聴される際にはご注意くださいということで、まあ今回テーマはね、勝敗ですね。現在、キン肉マンでは神である超神との戦いが繰り広げられているんですが、まあ、シリーズ冒頭こそランページマンがビッグボディチームを軽々と倒していたものの、エジプトのギザではプリズマンがバイコーンに勝利し、今のところ超神に圧倒的な強さは感じられないのかなっていうのが自分の感想ですね。はい。しかしまあ過去のシリーズなどを考慮すればこのままでね、終わるはずもなく、今後ね、神なだけに作中最強クラスの超人が登場する可能性はあるんじゃないかなと思います。なのでまあ超人側もね、敗北するものが必ず現れると思われます。そこで今回は今後対戦するね、可能性がある超人の勝敗を予想していこうかと思います。まあちょいちょい予想自体はしてるんですけどね。ちなみにね、今回はその各超人のシリーズ初戦の対戦の初戦ね、初戦の対戦の勝敗を予想していこうかと思います。では、早速いきましょう。まずは、フェニックスチームからですね。はい。ちなみにプリズマンはね、勝利が確定しています。で、サタンクロスからなんですが、ここは敗北ですね。まあ、サタンクロスについてはね、何度も他の動画でも言ってるんで、サクッとね、お話ししていくんですが、要はまあ自分としては、サタンクロスが敗北して、バッファローマン、アシュラマン、そしてザ・ニンジャで、6人タッグマッチになると予想しているんですよね。まあ、いわゆる血盟軍タッグマッチですね。はい。で、次にマンモスマンなんですが、ここはね、自分勝利として、予想していきます。まあ、実は、ほんとわからないんですけどね、このあたりね。個人的にはね、せっかくね、ラーメンマンとウォーズマンが一緒にいるんで、まあ、ウォーズマンとマンモスマンも因縁が深いんでね、6人タッグマッチにね、持ち込んでほしいかなっていうふうに思ってるわけなんですよね。また、タッグマッチに持ち込めば、ランページマンとマンモスマンが戦うっていう展開も考えられるんで、まあマンモスマンがゴールキチームの敵を取るっていうね、そういった熱い展開も期待できるんですよね。で、次に BP4 なんですが、まあ、フェニックスとビッグボディですね。ここはもう勝利で間違いないかなと思いますね。まあ、そう思いたいんですけども、この対戦はね、勝敗よりもむしろね、2人がどんなね、まあ、連携、2プラトンを繰り出すのかっていうのが気になるところですね。で、次に正義超人ですね。まずはテリーマンとジェロニモなんですが、ここは勝利と自分は予想しますね。まあおそらくね、タッグマッチになると思うんでね、一緒に紹介させていただいたんですが、やはりね、そのニューマシンガンズ再結成、ジェロニモがプリズマンからカピラリアのピースを託されるなど、勝利フラグがね、ビンビン立ってるんですよね。だからこちらもね、その勝敗よりも、ジェロニモがですね、どのように活躍するか、あと、テリーマンがね、今義足の状態なんですが、それをどのように克服するかが見どころなのかなとは思っています。で、次にラーメンマンとウォーズマンですが、この2人もね、勝利するかなと思っています。まあ、テンポよくストーリーを進めるなら、こっちもタッグマッチかなとは思うんですよね。で、まあ先ほども話した通り、せっかくね、因縁があるこの2人が揃ってるんで、やっぱタッグマッチが見てみたいわけなんですよ。あとね、マンモスマンとウォーズマンもね、深い因縁がね、いろんなとこであるんで、まあそれがどのように絡むかも楽しみですね。で、ちなみに今タッグマッチ前提で話したんだけど、まあシングルマッチだろうとタッグマッチだろうと、ラーメンマン、ウォーズマンは勝つかなとは思ってます。で、次にですね、まあ、筋肉マンですね。はい、まあ、ここがね、ここもわかんないんだけど、自分としてはね、まあ、敗北ですよね。はい、敗北と考えています。まあ、普通に考えたらね、対戦相手が調和の神になるんで、敗北の可能性が高いですよね。まあ、しかしね、今回のシリーズのラスボスが、実は調和の神ではなくて、サタンか、あるいは全く別のものっていう、そういった展開であれば、勝利する可能性はあるんじゃないかなと思います。まあ、というかね、最近全くスグルまた出てこなくなっちゃったんでね、とりあえず顔だけでも早く見せてほしいですね。
で、まあ、あとこの超人も紹介しておかなくちゃいけないですね。はい、ロビン・マスクなんですが、こちらはね、一応まあ勝利ですね。まあ、普通に考えて。まあ、超人の救世主として登場した場合も、何らかの理由で敵として登場した場合も勝利する可能性が高いかなと。負けたらある意味超展開かなとは思うんだけど、ただね、その正気を取り戻させるといったようなね、展開だったら敗北もあり得るんじゃないかなと思っています。で、あと、ブロッケンジュニアとアタロ兄さんについては次の決命軍でね、予想していきます。で、次にですね、まあ、決命軍なんですが、まずはバッファローマン、アシュラマン、ザ・忍者ですね。勝手にこのメンバーでタッグマッチすることになってるんですが、もしまあ、このメンバーでね、タッグを組めば勝利する可能性は高いんじゃないかなと思います。ただね、まあ、途中で脱落するメンバーはいるかもしれないですね。そう考えると、ザ・忍者あたりが危うそうなんだけど、ただ、ザ・忍者って前のその大井争奪戦の時にね、まあ、先方でサタンクロスと戦って散ってるんで、また早々に脱落するっていう同じような展開を描くかどうかっていうのはちょっと疑問はありますけどね。で、次にブロッケンジュニアとアタル兄さんなんですが、まずこの2人ね、そのシャウレイでは戦わないとは思ってるんですよね。要はその前のシリーズでフルメタルジャケッツね、この2人のタッグがたっぷりとね描かれてるんで、再びこの2人がねタッグを組む可能性はね、まあ、このシリーズではちょっとないかなとは思うんですよ。ただまあ対戦があれば、どんな展開であれ2人とも勝利するんじゃないかなと思います。ブロッケンジュニアもね、ちょっとわかんないとこあるんだけど、結構いいところでね対戦組まされそうな気がするんですよね、盛り上がるところでね。で、まあ、アタル兄さんはやっぱりね、スグルとのタッグが実現するかっていう点も気になりますね。はい。まあ、そういう展開になったら、まず勝ち確定かなと思います。ただし、アタル兄さんが途中で脱落するっていう展開はありえますけどね。で、次に悪魔超人なんですが、この悪魔超人ね、オメガケンタウリの6層核編以降目立った動きをしていないんで、悪魔将軍をはじめその決命軍以外のメンバーが対戦するかどうかも全くわからないんですが、あくまで対戦することを前提でちょっと予想していこうかと思います。まあその悪魔超人はね、敗れてもね花がある感じなんで、ちょっと敗北が多いかもしれないですね。まずはサンシャインなんですが、まあ、敗北が多いと言っときながら、自分は勝利と考えていますね。サンシャインは筋肉マン2世繋がるっていう考えは自分持ってないんだけど、ただまあパーフェクトリジン編以降のそのストーリーの流れからしても、バッファローマンと共にね悪魔超人を支え続けるんじゃないかなとは思うんでね、勝って普通に生き残るんじゃないでしょうか。で、次に、まあ、ジャンクマンですが、まあ、ここは敗北と、予想しました。華々しく散るにはうってつけのキャラクターかもしれないですね。まあ、その予想を裏切ってね、二度目の大金星っていう展開もありえなくはないんだけど、自分はここはね、敗北と考えています。で、次にね、そう、ブラックホールね。個人的にね、悪魔超人の中でもさらにね、その、悪魔超人自体がわからないんですけど、さらにその中でも勝敗がわからない超人ですね。まあ、ひょっとしたら対戦なくて、今回裏方に徹するっていう、そういう予想もしてるんですよね。主に移動手段なんですけど、まあ、対戦があったらひょっとしたらね、4次元殺法コンビの再結成もあるかもしれないなとは思ってます。で、次にですね、まあ、悪魔将軍ですね。要はね、まあ、そう、ザマンがオリジンであるジャスティスマンを戦力として考えているんで、まあ、悪魔将軍もね、再びリングに立つ可能性はあるんですよね。まあ、引退の身ではあるんですけど、確か引退と考えていいかなと思うんだけどね。はい。で、まあ、戦えば勝ちを予想してるんですが、これはま、予想というよりね、願望に近いですね。やっぱ悪魔将軍はね、基本的に筋肉マン以外には負けてほしくないんですよ。で、次にパーフェクト超人なんですが、まずはピークアブーなんですが、自分はまあ敗北と考えています。そもそも対戦が組まれるかどうかもわからないんですが、ひょっとしたらパーフェクトオリジン編のジェロニモのようにですね、まあ、前座として倒される可能性すらあるんじゃないかなと思ってるんですよね。やっぱちょっと扱いにくい印象があるんで、はい。
で次ネプチューマンなんですが、これはねほぼ確定かなと思います。勝利で確定かなと。はい、まあおそらくねタッグマッチになるんで、ネプチューマンとタッグを組んだ超人は白星確定かなとは思ってたりするんですが、まあ脱落っていう展開はありえますけどね。はい、で次に、まあ、ネメシスなんだけども、まあ、パーフェクトリジン編で活躍したため、まあ、今回は出番がね控えめになるかもしれないですね。ただその筋肉族の闇に深く関わってるんで、今後のストーリーを盛り上げるためにもちょっと死ぬことはないかなとは思ってるんですけどね。たださっきも言ったようにネプチューマンとタッグを組めば勝利する可能性が高いかなと思います。ちなみにねネプチューマンがタッグを組むんだったら自分としてではね、なんかロビンマスクあたりが来るんじゃないかなっていうのはちょっと考えてるんですよね。はい、で次にジャスティスマンなんですが、まあ、個人的にはね敗北するところは見たくないんだけど、ちょっと今回敗北で予想してみました。まあ、対戦があるんだったら今度こそね、まああのまあ、長身の中でも本当に強いね、実力者と戦わされそうな感じはするんですよね、今度こそね。だからひょっとしたらねスーパーマンロードの神様との対戦もあるんじゃないかなっていうのは思っています。で次に、まあ、ザマンなんですが、まあ普通にね自分はねザマンのカピラリアのピースが奪われるのではないかと予想しているんで、敗北と予想してるんですよ。ただしそのザマンがね戦ってる間にサタンが盗むっていう展開が、そういう展開もあり得るんで、そういう場合は苦戦しながらも勝利する可能性はありますよね。で次にですね、まあ、オメガの民なんですが、まあ、登場するときはね盛り上がるところでね出てくると思うんで、全敗っていうことはないと思います。まあ、登場するタイミングとしてはやはり長身の反撃が始まって超人側が窮地に陥ったあたりなんじゃないでしょうかね。はい、で早速いきますが、まずはジオメガマンアリステラーですね。まあ、ここは勝利と予想しています。まあ、少なくとも引き分け以上には持ち込むんじゃないかなと、敗北はちょっとありえないかなと思ってるんだけど、まあ、彼に関しては豪華のクソ力を完全にものにするのか、超人との対戦を通してさらに超人強度を強化するのか、まあ、見どころが多い超人でもありますね。ディクシアが登場するかはちょっとわからないんですが、登場したらね勝利するかなとは思ってたりします。で次にパイレートマンなんですが、まあ、オメガの民でね敗北するのであればパイレートマンかなとは思っています。ただ勝敗関係なくね彼だったらストーリーをねガツンとね盛り上げてくれそうな気はするんですよね。で次にマリキータマンなんだけど、かなりのね重傷を負ってるんで対戦があるかはちょっとわからないんですが、もし参戦すればね驚異的なタフネスを再び発揮してね勝利してくれるんじゃないかなと思っています。あの前のね動画では自分マリキータマン敗北するんじゃないかって言ってるんですけど、現段階では自分はちょっと勝利の方に傾きつつありますね。はい、でまあ、次に、まあ、残りの運命の王子なんですが、要はそのゼブラとマリポーサは今何をしているのかちょっと分かんないんで不明なんですが、対戦が組まれる可能性は高いかなと思ってます。でフェニックスはね早々に挽回の機会が与えられてるんですが、ゼブラにねそういった機会が与えられるのかっていうのはかなり気になりますね。で、まあ、勝敗に関しては自分はゼブラ勝利、マリポーサ敗北で、まあ、そう考えています。シングルマッチであればこういう風に予想するんだけど、ただねタッグを組めばね2人とも勝利する可能性は高いですよね。まあ、とにかくねそうたくさんの超人が対戦する流れになっているんで、まあ、この組み合わせになるかどうかはわからないんですが、多分この2人もねタッグマッチになるんじゃないかなとは思うんですよね、あの対戦があればね。例えばその他の組み合わせだったらそのマリポーサとミキサー大帝とか、あとゼブラとバイクマンとか、そういった組み合わせも期待できそうかなとは思うんですよね。でまあ最後なんですが、まあ、長身側がねいきなり敗北を喫してしまったんですが、どこかで長身が本領発揮し始めるのはまず間違いないかなと思います。早ければもうサタンクロス戦あたりかもしれないですね。で調子についてはね個人的にはね好きなデザインが多いんで、今後の活躍次第ではね人気のキャラクターが出てくるんじゃないかなっていうのはそれは期待していますね。まあ、今のところ登場した調子の中ではランページマンがねそうなる可能性
性はあるかもっていうのは考えています。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。